おとなしい時12号分水円筒分水は農業用水などを一定の割合で正確に分配するために用いられる利水施設。円筒上の設備の中心部に用水を湧き出させ、円筒外周部から腰流落下する際に一定の割合に分割される仕組みとなっている。地域によっては円形分水、円筒分水槽、円筒分水庫などとも呼ばれる土木工事分野では 円筒分水口と呼ばれる。原理は工事の名称だが、観光した設備についても同様に呼ばれる。円筒分水平面図。図の例では、は、それぞれ3、1、4の割合で分配される。サイフォンの原理などを利用して、円筒中心部に水を導き、その水が、円筒外縁部を腰流する際に外縁部に設けた仕切りで分配する、ものや、 外縁部に設けた穴の数によって分配するものなどがある。渦は外縁部を腰流させる構造の場合を図示したもので外縁部に設ける仕切りの間隔とその比率で溶水が正確に分配される。仕切りの間隔がそのまま分水比を示すため分配される水量が外観から把握でき流量を勝手に変更するような不正が行われにくい。修復のため 水を抜かれたくじ遠藤分水水田工作が主体であった日本では各地で農業用水の確保にまつわる紛争が絶えず農業用水の正確な分水は長く懸案であったそこで対象年間より正確な排水が可能な分水費が考案され各地で似た構造の施設が作られ始めた当初は高低差を利用して導水する方式のものが作られ1934年に なると、福島県や長野県などで地下から吹き上げる方式のものが作られるようになった。ただし、長野県に作られた施設では円筒を使わず、分水費の中央に吹き上げられた水が放射状に広がる原理を利用したもので、流水量に偏りが生じるといった欠点もあった。蒸気の欠点を克服するために、円筒状に組んだコンクリート設備の中心にサイフォンの原理で導水し、 炎筒を腰支流させて分水する方式が考案された。この方式を採用したのが、神奈川県川崎市高津区区寺にある久寺炎筒分水で、同地にあった日系療養水の分水費の改修に際し、1941年に作られたものである。この方式により、平地の養水路でも正確な分水を実現できたため、以降、同様の方式のものが、 全国各地に作られるようになった。見た目の美しさから地元が観光資源として PR している円筒分水もある。横行き読みず、ありがとうございます。